オーガスティン・ライザーは、イングランドの印刷業者、翻訳家。クリストファー・サクストンと共に、イングランドの地図の印刷を行った。また、科学器具の製作も行った。カーズ・フロム・ウェイ1590パック・イラストレーティング、カウンティーズ・オブ・イングランド・アンド・ウェールズ、ウィズ・マップス・ラージリー・コピード・フロム・アン、アトラス・バイ・クリストファー・サクストン、エングレービング・バイア・ウグスティヌ・ス・リザー。 アフター・ウィリアム・ボス、ライザーは、1579年に、サクストンによって発行された、イングランドの地図の一部の印刷に加わっていた。彼の名前は、ダラムとウエストモーランド、グロスターとヨーク、アウグスティヌス・リザー、アングラス・スカルプセット、アノニー、1579と記されたイングランド全土の地図の印刷者として、現れる。ライザーの名前は1588年に、 アントニー・アシュレによって作られた地図・ザ・マリナー、ス・ミラーに、ヨドクス・ホンディウス、セオドアド・ブライラと共に印刷者としても現れる。1590年、ライザーは、ペトルッチョ・バルディーニのエクスパデシャナイズ・ヒスパニオーラム、イン・アングリアム・ベラ・デスクリプティオの翻訳を出版した。その本は、エイ・ハット・フィールドによって印刷された。その作品はライザーによって、チャールズ・ハワード卿に検定された。 その大差し絵はタイトルと10個の図表で構成され、英仏海峡及びブリテン諸島での無敵艦隊の様々な経過と敗北が描かれていた。無敵艦隊の主要な記録はエリザベス女王の建物の測量師、ロバート・アダムズによって描かれている。ライザーの図、またはアダムズのオリジナル図面はオランダのヘンリドック・コルネリス・フロースによって描かれ、かつ前に 貴族院にあった無敵艦隊のタペストリーの元となった可能性が高い。ライザーの図の縮小コピーはジョンパインによる無敵艦隊のタペストリーの作品として出版された。目録はライザーによって別に出版された。ライザーはまたトーマス・フードとも仕事をしていた。この記事はパブリックドメインの辞典本文を含むリザー、アウグスティヌス。 Dictionary of National Biography ロンドンスミスエルダー &CEO 1885,900ありがとうございます